皆さん。しまった。今日は、ネズチッチの公園に来てくれて、ありがとうございます。偽物や。私、謎かけが得意です。人にチケット買うんじゃなかった。お客さんを一人指名するので、スーツ、水玉方は何かお題を言ってくださいでは、そこのお客さん。さお寿司。えー、整理整頓できました。整いましたじゃないや。お寿司とかけまして、ガムと解きます。 その心はどちらも美味しいでしょう。偽物や。ネズチッチです。偽物すぎる。じゃあ、もう一回どうぞ。別の人指名しろよ。レモン。えー、整理整頓できました。ボロはいいんやけどな。レモンをかけまして。女子間違ってるよ。唐揚げの話みたいになってる。太陽と解きます。レモンと太陽。その心はどちらも黄色でしょう。<ー>偽物や。ネズチッチは太陽を黄色と捉える人なんや。ネズチッチです。はい、次行きましょう。思んない一発ギャグみたいになってるな。 冷蔵庫、むずいの出しやがり。なんちゅうこと言うねん。冷蔵庫はまだやりやすい方やろ、多分えー、整理整頓できませんでした。あ、できんこともあるんや。さすが偽物やなネズちっちです。あ、それはするんや。次が最後です。短<っ>。じゃあ、お前。これで3000円か。海賊。えー、整理整頓できました。よかったね。これはいいのができましたよ。自分でハードル上げていく覚悟しといてください。海賊とかけまして、清水こだつとときます。その心はどちらも。 乗船して後悔するでしょう。清水こだつがわからん。なんかすごい上手いこと言ってる感じはするけど、清水こだつがわからんからわからん。ああ、やっぱこれは上手い。